ドゥアン・マイケル・サマーズはアメリカ合衆国のプロバスケットボール選手。メリーランド州ボルティモア出身。ポジションはスモールフォワード、パワーフォワード。メリーランド州ボルティモアのマウントロイヤル地区で育つ。2006年にメリーランド州オーウィング・スミルズにある私立学校マクドノースクールを卒業する。2年生時には平均20ポイント11リバウンドを記録し、 ボルティモアシティプレイヤーオブザイヤーを獲得した。ワシントン DC にあるジョージタウン大学に進学。ここでスモールフォワードとしてプレーする。ジョージタウンホーヤーズはビッグイーストカンファレンスに所属する強豪であり、パトリック・ユーイングを輩出している。2009年、デトロイト・ピストンズからドラフト35位で指名されて入団した。ピストンズでは66試合に、 出場、1試合平均9.2分出場し、3.2得点、1リバウンドを上げた。2011年7月、イタリアのシエナを本拠地とするセリエ A のメンズサーナ、バスケットと2年契約を結んだが4試合に、出場しただけで10月に退団、ニューオーリンズホーネッツと契約を結んだが2012年2月チームから、ウェーバーされた。 以降は海外リーグなどでプレーしている。2018年9月、日本の琉球ゴールデンキングスと正式な契約締結に至らなかった。ありがとうございます。